動画を見ていただきありがとうございます、今日はですね、これからですね、ちょっと冬になってきてですね、あの寒さ対策としてですね、体操やってみたいと思うんですけど、足先、あの皆さんね、冷たいと思う、あの冬になると足先冷えるって方結構いらっしゃると思うんです。でね、あのちょっとですね、あの足先をこう少し強化、まあね、あの鍛える意味でもありますし、あとバランスを取る、ね、あのというね、あのバランスを、取るっていうね、あの強化、バランス強化っていう意味でもですね、ちょっとね、あのヨガの、ね、ポーズやってみたいと思うんです、はい。で今日はですね、足先ね、こう膝立ちに、ちょっと見えますかね、足先が膝立ちになって、膝立ちになって、もう足先立てて、でそのままですね、お尻を下ろしてぐっと足先だけで立てて、でこのままですね、足を開いたり閉じたり開いたり閉じたり、なるべく背中まっすぐにしたまま開いたり閉じたりで開いたり閉じたりという、それでちょっと繰り返してみてください。開いたり閉じたり開いたり閉じたり、でゆっくり戻り、で今あの冷たかったので足先どうでしょうか、ちょっと感じられた感じで見てください。いく分ですね、あのバランスは取るのと、足先結構暖かくなってきたりしますので、ぜひ、ね、やってみてください。今日もありがとうございます。